はい、5月の3日、曜日が分かりません。水曜日ですの朝の見回りします。はい、昨日からピンマイクがぶっ壊れまして、音声がスマホを持ってる人の声が入りやすいです。はい、屋上に入るとなぜか風が吹いてきます。はい、着々と進むクリアエリアの改築。卵がありますかね。もう誰だかわかんないね。あった。はい、ゴールデンウィークですが、おじいちゃんがいてくれるので、朝の卵取りはすんなり進みます。はい、ありがたいです。おはよう。君は何番？13番か、うん、こいつは14番。そう、14番はなんか毎日のように生まれない。いいですね。ね、おはいもしてるし。だね。期待できそうな。そうだ、もうあれなんだっけ、あのプランがさ、はい、番号わかんないんだっけ。フランの番号、捨てるつもりのフラン、取ったやつ、取り除いたやつ、フラン来たら、いや、わかるよ。いや、捨てるんだとしたら、うん、ほら引き卵に。あー、なるほど。お、役目を全うしてもらってから。なんかね、書いてあるから、消す、それを消せば大丈夫。使いますか。ぐらいしか使い道がないです。そうですね、それはいいかも。はい、みんなおはよう。お前たちも早く埋め。埋めと言われて埋むんだったらなんて簡単なことか。はい、この朝は変なとこに卵がないことを祈る。ていうか、おじいちゃんが全部取っといてくれて。いつもは2人で分担してる。分担？え、おじいちゃん2人で。いや、分担してない。大抵田島さんが早く来るから先に取っといてくれてるのかなと思う。なるほど。雲がない。雲一つない。晴れてます。だね。なんだろう、タイミングが同じ。別の鳥が産んでるんです。口裏を合わせてんのか。卵が多いのはいいかな。いや、くちばし裏を合わせて卵産んでんな。口裏、くちばし裏。うん、いいね。はい、ともちゃんは卵の聞き名人ですから。取ったらなんかよく見ちゃうんですよね。どんな卵のかな、この子は。すごいよな。そういう感じで。よくわかる。でもノーマルな卵の子はわかんない。特徴のある子か。さすがにそうだよな。さすがにさ、ノーマルで200円がついたらもうやばいでしょ。すごい。変態でしょ。もう早くその変態の域に達したいんですけど。
なんか生まれたばっかの卵はなんか黄色っぽいじゃん。うん、うん、オレンジというか。そうだね。そのじゃあれじゃない？この卵の色は生まれてから何分後だな。ああ、どうかな。そこまでわかるようになったらね。卵マスターだね。育て屋さんになれそう。うん。してから4パロッと皆さん知ってますか、カメラを持ちながらスタンドを立てるのは難しいんですよ。はい、おじいちゃんに挨拶をします。カメラ来てます。はい、もうすっかり立派な、これでもヒナなんですよ皆さん。とにかく175ありますけど、それを優に超えるバカデカさ、やばい。おはようございます。はい、ありがとうございます。もう立派に育ってる。もう俺らのことなんてとうに忘れている。もう入れないな。うん、入れないかな。おお、蹴っては来なさそうだ今んとこ。あの先頭の子はなんか来そう、うん、これボスっぽい。おとなしくしてなさい。でも顔は優しいな。うん、8日までピンマイクが買えないってことなんですけど、立て替えちゃダメです。おはよう、みんな。どうせないんでしょ。おはよう、スプラ。スプラ、これ大きいね、スプラ。新鮮なおしっこ。うん、優しい、すごく優しい。体が大きいよね、スプラ。うん、まあ、オスだからな。いいダチョウだ。乗せてくれ、背中に。あー、安定感がありそうですね。これは、さあ乗れ、乗らないのか、いつもだったら乗るじゃないか。野菜食べたいのかも。ここまだもらってないのかな。うんうん、最後だ。最後か。そのうちだよ、よろしくるよ。なしか。でも2個あるし。ここはもう最近産まないね。そうだね。産んでほしい。ここで有精卵ができたら、うん、まだ先か。うん、先だと思う。今有精卵できたらちょっと怖い。早すぎ、成熟が早すぎないっていう。
メスもさ、うん、首振るの、うん、あのダンサーするの、するやつもいる。あそこのカドレアの21番のメスなんて真似してたよ、オスを。いや、オーストリッチライダーさんのさ、あのやってたよね、あのってるやつさ、やってるからさ、メスっぽかったけどダンスしてましたね。いるにはいるみたい、珍しい。9か、LGBTQ の9だ。お、自分がオスなのかメスなのかわからない。熊の実みたいにさ、あ、でかいやつがメスになりますわさ、うん、面白いよね。あと卵も確かなんだっけな、温度とかでメスになるかオスになるかの確率が変わるらしいですよ。カメじゃん。おお、ウミガメとかそこの砂浜の温度で変わるの。そうなんだ。じゃあやっぱりそういうのはあるんだ。はい、じゃあ、はい、このまま続けてやっちゃおう。今日は比較的というか全く風がない、もう誰が誰だか分かんないですね。そうですよね。実はこれはともちゃんじゃないかもしれない。よいしょ、ドッペルゲンガー、ドッペルゲンガー。はい、今日の卵たちとこれとこれで見分けつく。あー、特徴あるで。33番、こっちじゃないやつが特徴があります。へー、艶がないやつがあるの。14番はなんかちょっと白っぽくて形が細め。昨日当てました。うん、でもすごい些細な差。よっ、よいしょ。はい、はい、いい卵を楽しむ。今日捨てるそのちょっとブサイクな卵たちは特徴ありまくりなので割と優しいかもしれない。なるほど、はい。午前中に取ってしまえば楽だ。はい、さて、はい、皆さんここからはひなのお世話タイム。はい、エアコンは変わらず27度で設定してあります。換気扇を入れて今日もやります。はい、現在の気温というか室温は 26.3 度。はい、5月の3日時刻は多分8時40分ぐらい、晴れ 26.2 度、1度下がった、 0.1 度下がった、3の4の区画。はい、まああとその都度確保して、西の3、4の区画の中でひなおじま12は勝ってます。はい、はい、ひなたちこことここで2グループに分かれて寝ておりました。あっちの方がでかいですね。起きた、うん、本当だ、この辺ちっちゃい。で、あいつは3番ですかね、めっちゃ食ってるやつ。何番だろうね、3番にしてはちょっと大きいような気が。そんなことはない、ね、食って成長した。はい、じゃあ早速、うん、太陽をつけてもらって。あ、おはようみんな。朝だよ。こいつは寝起き？ここはめちゃくちゃ寝起きっぽい感じ。大丈夫？
げろ逃げろ。むしろ6度。朝はよく減っています。減ってますね。26度と 28.6 度。はい、餌はこの通りないっすね。はい、どうも。はい、お水の方も、うん、超減っている。お水もない。少しだけ残った餌を一心不乱に我先にとむさぼり食うヒナたち。だんだんこのお部屋から離していきたいので、じゃあ餌を、餌の場所を移動します。足避けてごめんね。はい、おいで。どうだろう。ああ、どこにしようか。別に餌場が近くてもいいんですよ。ああ、そうね。ヒナたちがいつもいるとこに置ければ。ここ。そこ。この辺でいいか。ね。怖いね。はい、とりあえずこの区画は出しちゃう。そうだね、出しちゃいました。下にはできるし。はい、さあみんな。実験的に向こうになってきてる。うん。さあみんなご飯外に出したよ。ほらみんな。いつまでも壁の中にいちゃ世界が見えないよ。壁の外には。ねえ、取っても取っても取り尽くせないほどの塩の湖があったりね。するんだってアズミンが言ってた。いや、進撃の巨人。さて、まだヒーターの下のがいいのかい君たち。ダメだ、3番まで人をつつく人になるな。ああ、カーテン開けるってこと。12番だよね、バンドがついてるのは。こけるようになってきたバンドで。この辺なんか匂いがすごい。ここもすごい。やっぱそうだよ、ね。これさ、うん、マットをさ、子供部屋のさ、
柔らかいやつ、パズルみたいで敷くやつあるじゃん。あんな感じでさ、全部四角にできたらさ、汚れてる時だけさ、ペロッと取ってさ。ああ、確かに。できるね。はい、ということで皆さんにはひなたちの可愛い行動を見ていただきましょう。仲はいいか。そうだね。うん、次来るひなの中のダメージね。ああ、この子たちが明日、うん、こう外に出すけど、そしたら食べないし、そうですよ。やっぱりあれね、鬼ヶ崎って言った。四角いパズル。公式が一番いいかも。
愛いね。嫌なことは人にはしないんだぞ。ああ。こいつらを外に解放したことで、俺らが安全に寝そべれる場所がなくなってしまった。そこら辺踏んだらけだ。踏んだらけ。ああ。そう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 。ああ、小さくて可愛いね。食べて大きくなってね。はい、ということで5月の3日の朝の日だでした。皆さんチャンネル登録と高評価のお願いします。それではまた次回のひなでお会いしましょう。バイバーイ。